ということで、後半はね、ここからね、さらに進めさせていただきたいと思いますけど、で、この承認条件については、日本郵便のホームページで、情報が公開されております。これに準じていれば、定期刊行物として認められます。で、条件は、3つ書いてあります。1つ目、毎年4回以上、年4回以上ね、号を追って定期に刊行するもの、いわゆる第何号、第2号、第3号、第17号、18号、19号とかって言ってね、定期的に刊行されとって、なおかつ年4回以上ね、ですから、期間とかやったらいいよ、1年に4回ね、発行されとる、四季報みたいな感じでね、発行されとるやつやったらいいですよって、まあ、四季報が第3種取り取るかどうかは知りませんけど、多分取っとると思うんじゃ、思いますけどね。あ、取ってますよね。あ、取ってます。四季報は確か取ってた。うん。とかね、そういうような感じ。まあ、それなくて月刊でもいいですし、まあ、それこそ新聞なんかみたいに日刊でもいいですよと。4回、年に4回以上ちゃんと定期的に発行しますよっていう、前提のものであれば大丈夫。一つ目の条件項、これ。二つ目が、掲載事項の性質上、発行の周期を予定し得ないものであること。つまり、全10巻で出す予定です。全100号で出す予定の雑誌ですとかっていうのはダメなんです。ずーっと定期的に未来永劫をあくまでも出し続けましょう。まあ最終的にね、出版社が倒産してしまったりとかね、もう、ね、廃刊になってしまったりとかっていうことはあるかもしれませんけど、前提としては、ね、発行するときに、まあここまでで作りますよという予定がないようなものね。うん。ですんで、コミックなんかは、基本的には最終的に最終巻が出るっていう前提になりますからね。漫画のコミックなんかはね、全ね、こっち亀なんか百何十ね、巻でね、まあ200何十巻から行きましたけどね、そういうような、やつじゃなくて、あくまでも、うん。終わること、ね、ああいうのはね、あくまでも最終話があるっていうね、前提になりますから。でも、少年ジャンプは取れるのかなっていう感じですね。少年ジャンプは取ってないかもしれませんけどね、さすがに第三種郵便のね、認可を。まあ、というような感じで、三つ目、ね、はい、で、これがね、難しいんですよ。政治、経済、文化、その他公共的な事項を報道し、または議論することを目的とし、あまねく発売されるものであることも、このあたりですね、ね、政治、経済、文化、その他公共的な事項ということなんで、まあ、新聞はあくまでも公共、ね、政治とかを語る公共的なやつですよって、まあ、最近怪しいですけどね、最近怪しいですけどね、っていうふうになってますね。じゃあ、スポーツ新聞どうなるかというと、スポーツ新聞も基本的には取れてます、中スポーも第3種取ってます、日刊スポーツも取れてますね。うん、ってなってますし、どのあたりまでがこのあまねく報道になってくるのか、これが難しいところなんですけど、大事なのは、あまねく発売されるものである。ここがね、重要になります。図はね、まあちょっと、ここに書いてあるのをそのまま写すと良くないのかな。要は、まあ作ってる発行者がいますよね。発行してる人がいますよ。発行者がね、いますよ。で、ここに、買う人がいますね。読者。まあ、読者にしましょうかね。こう、読者がいるんですけど、読者がいて、まあ、間に問屋さんとかが入るのはいいです。問屋さんとかが入るにはいいんですけど、まあ、問屋さんが入るとしましょうね。まあ、ここの定義では一括購入者ってなってますね。一括購入者。一回購入者で発行者、発行人になってますね。どういう違いがあるのか、まあ、発行人って一応書いてあるので発行人にしましょう、ね、であ読者じゃなくてこれは、購読者になってますね。ごめんなさい、購読者になってますけど、購読者というふうになってるんですけど、要は、ここで、発行さんがね、まあ、問屋さんに通すのはいいですよ。ただ読者が買っとれば、購読しと買ってここでお金を払ってね、まあマネーを払ってね、本が届く、本が届く、これは OK、 これは OK なんですけど、これがマネーがなかったら、要は、問屋さんが一括で買っておるよ、一括購入しとって、ここから読者にお金を取ってなかったら、これはあまねく発売ではない、ここの人は無料だから、フリーペーパーとかは第三種の、
この認可が取れないはずです。あくまでも受け取って最終的に読む人が、ただで、ね、読めますかね。ですから、据え置きとかでバーって配るようにしてるのは、そういうことなんですよね。ポスティングとか で頑張ってますけど、要は郵便で、第三種郵便物として配らないのはそういうことなんですよね。っていうことです。あくまでも、最終的に読む人がお金を支払う、ペイしてないと、ダメですよっていうのが、第三種郵便物の、大きな、特徴になっております。まあ、ですから、ここが大事になってくるのが、じゃあ、例えばね、新聞屋さんがね、ね、ここが販売店になってきますよね。販売店が一発に買ってね、押し紙とかでね、半分以上捨ててますよとかってなったら、実際の購読者にあまねく購読してないじゃないかっていう風になってくるん で、実はそういうような問題を含んでおるっていうのが、押し紙問題だったりするんですけど、まあこれはちょっと余談になってきますね。また押し紙でやりましょうかね。っていう風になります。っていうので、こういった条件とかがありますね。この具体的な条件に関して、さらにいろいろと書いてあります。開放開始、社報その他団体が発行するもので、その他団体または構成員の消息意見の交換等をしたる内容とするものでないこと。うん、いわゆる会社が作って会社内でやるよねやとかで、するとあまりそういうのにはなってこないということなんですね。要は意見交換とかっていうのは、に使うようなそういうやつはそれは雑誌あまねく人が見るようなやつじゃないですから、違いますよということで、ね、全体の印刷部分に占める、広告つまりあくまでも、ね、フラッと知られない一見に人でもパッと買えるということが大事ということなんですね。買おうと思った人がいたら誰でも買えますよというのが大事。だから新聞赤旗とかも入るんじゃないかな。第三種郵便物に入ってるんじゃないかな。どうでしょうね。ちょっとすいません。あれはあくまでも買いたい人は買える。でもるっていうふうになっているからどうなんでしょうね。まあ、ちょっとすいません。この辺りは調べてなかった。で、全体の印刷部分を占める広告、の割合が5割以下であること、これを持ったらなんか心身障害者用のやつに関してはちょっと、なんかちょっと規定がいろいろとまた細かく変わってくるらしいんですけど、で1回の発行部数が500部以上、これは大事ですね。500部を切っていると、実は、ダメですよっていうのがありますよと。で、1回の発行部数に占める発行部数の割合が8割以上であること、これここですね。この7番っていうのが押し紙のところでよく引っかかってくるんですね。1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割だから、いや、押し紙で取ったやつっていうのは、さっき言ったようにこれ無効になるんです。そうすると、おやおやおや、これがもし半分押し紙でやってましたよってなったら、8割切っちゃうんですよね。切っちゃうんですよね。一括買い上げのその半分分が、無効として認められるんで、そうすると、この7番の条件満たさなくなっちゃうんですよね。そうすると第三種郵便物の認可を受けられなくなる。これね、単純に安い値段で送れなくなるっていうだけじゃないんですよね。これね、実は記者クラブの入会条件とかそういうのに入ってるらしくて、これが非常に大きな問題になる。だからこの7番にしれっと書いてある1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割以上であること、これが今実は新聞業界にすごく重くのしかかってるんですね。で、いうのと、8割ってことは 2割しか押し紙認めないよってことでもありますよね。言い方を変えればね。っていうことです。で、定価を、付してるから、ちなみに押し紙はなかったってことになってたりするらしいです。まあまあ、それはいいでしょう。で、あとは、定価を付していることということで、あくまで、一般の方が、ね、分かるように値段がちゃんと出てること。なんで、定価っていうのが出てるはずなんです、新聞にも。こんなところに書いてありました。端っこにね、はい、こういうふうにして書いてありますよと。新聞定価、長有刊月決めは、本体価格3738円、税込み4037円で、一部売りの場合は税込み長刊140円と決まっておりますと、あくまでも書いてあります。よく新聞契約するときに、ちょっとここのところサービスとかするやんとかっていう話がありますが、あくまでも、まあ、それはね、契約上のところでありますね。あくまで定価として、これを示すっていうことが大事です。オープン価格にしちゃダメですよっていうことなんですね。とかっていうのがあります。まあ、基本的ですんで、雑誌とかも、定価っていうのが載ってますよね。オープン価格として売ってるやつないですよね。で、値札がさっさと取ってということないですね。基本的に本屋さんって値札がさっさってないでしょ。そういうことなんです。で、
あとは定価をしていること、まあこういう、あたりとかで公共機関の発行したやつとか、まあちょっといろいろとね、ほんと細かいかやつが他にもあるんですよ。ということなんで、特に障害者関連のやつとかになってくると非常に難しくなりますんで、リンク貼っておきますので、まあ、細かーく読みたい人、さらに細かーく徹底的に読みたい方は、リンクのところから、ぜひ公式サイトの、定義についてっていうところをね、読んでいただければと思います。まあこの動画で、ね、とりあえずこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。